あ、そういや、かなえちゃん、7日誕生日やってんで、ゆうちゃん。え、そうなんです。7日、あ、最近じゃないですか。そうです。え、ってこと、誕生日ってことでいいんやな、その7日がな。いや、ほんとに、そうですよ、誕生日は。7日だけ。人には1個しか誕生日がないですからね。ね、井口さん、こういうことしてくるんすよ。こういうことしてくるんすよ。これは実はね、さっきあの、ワイがトイレに行った間に僕はね、井口さんにちょっといろいろお話をさせていただいておいたので。なんで事情、事情。そんで、いや、単純値がきっかけにしただけやって、別に。いや、違う。常識を、青信号渡っていいですよねって聞かないんだよ、人は。いや、ね、あるかもしれないから、ない聞いてただけで。違うな。井口ちゃんも1個やもんな、誕生日な。そうですね、僕は1個じゃない人がいるみたいなニュアンスじゃないですかね、全然。違う違う違う。いや、再確認ってことだけど、でもかなえちゃんはこういう銃撃つゲームが多いから、うん、だから銃撃つゲーム毎日やってるな。まあそうですね、ほぼほぼ毎日銃撃ってるかもしれない。聞こえがちょっと、ね、すぐ人殺しちゃう。怖いな、かなえさん。ちょっといや銃撃つゲームしかしてない、ね、いやそんなことないですよ。剣振るゲームもするんですよ。あーでもあの人を作物育てるゲームとかも好きです。え、じゃあテーテーってわかります？え、ちょっとなんかおじさん診断みたいな感じになってますね。いや違う、これはなんかどっちかっていうと VTuber 界隈ペイペイ、ああそうなの、よくある。テー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 。あ、じゃあ2人ともわかんないんだ、クイズしますか。童貞童貞。いやもう最低。テーテーって言うんだよ今。テンポ良かったな今。違うんか。てーてー、じゃあ例えば僕がワイワイに回復あげるとわてーてーは2人みたいな。いや言わないと思うけど、言う人がまれにいてもおかしくない。 お前が俺に回復をくれたらなんてのを見た第三者がてーてーって言ったりする、うん、もう答えですか。ちょっと僕もね、あんま上手くないかも説明。これに関しては尊いっていう意味らしいです。あー尊い尊い尊いでてーてーなんや。そう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 。あ、そうなの。なんかちょっとむずいな。でも自分でてーてー言うのがまずむずいわ。ペイペイやと思ったの。ペイペイはお支払いだ。あ、なるほど。